久保さん、売ってましたか売ってましたかまさかの <laughs>。100の言葉いいっすね。いいじゃないですか。物は言いようですね。<laughs> まあ実際ね、久保さんが何買ったのかっていう話なんですよね。あ久保さんがどんな言葉が良かったのかっていう話なんですよ。だから別にその僕もよく聞かれるんですけども、あの吉谷さんどんなマイクがいいですかとか。 吉谷さんどんなカメラがいいですかとか、どんなソフトがいいですかとか聞かれるんですよ。いや別にね、僕に聞かなくてもいいわけじゃないですか。別に会社さんが、その自社の売りを言ってるし、他の YouTuber もいっぱいレビューしてるし、別に僕じゃなくていいですよね。吉谷さんは何使ってるのかが知りたいんですよね。だから久保さんはどんな言葉が響いたのかっていうのを知りたいわけですよね。で、それ知りたくなかったら買わないですよね。2万円も出して。 なかなかファンキーっすね。いいっすね。2万円は <laughs>。いいじゃないですか。2万円高いっすね。すごいっすね。それ10人っすか。まあ、僕もあの商品今売ってるんですけど、2万円より安くて、僕、久保さんの,その100の言葉よりかは、より実践的で結構自信ありますけどね。今回の商品 <laughs>。まあでも久保さんは久保さんのファンですから、 まああのー、久保さんのファンの人にとっては、それが2万円の価値があるということなんで、あのー、なんだ、結局価値を決めるのはお客さんなんでね、まあ、僕はどの子のじゃないんですけど、うんただ、100の言葉を聞いてどうしますっていう話なんで、それがわからない場合は、それがわからない場合はですね、あの僕の商品買っていただけるといいんじゃないかなと。<laughs> これね、めちゃくちゃ今のセールスね、めっちゃいいんですよ。 内容ね、めちゃくちゃいいっすね。僕はあの5周年記念コンプリートボックスみたいなの今売ってるんですけど、まああの5、5年の統括でこれいいだろうってやつをまとめましたんで、うん。だからまあ、いいと思います。<laughs> 具体的にどうすんのっていう話ですよね。ただ、ぶっちゃけ言うと具体的にどうするのを聞いたところで、あなたが具体的にやらない限り何もなんないんで、 100の言葉の方がいいかもしれないですね。100の言葉は聞いてよかったなだけでいいじゃないですか。でも僕の場合はやらないといけないんで、<laughs> そう。ね、講義でこうやりましょう言うてるんで、やらないといけないですよね。だからやるんだったらあの僕の方がいいですし、ただ、あの、それを知ってね、ああ、なるほど、久保さんっていうのはこういう言葉に価値を感じたのか、いい言葉だな、うん、やっぱすごいな、っていうふうな価値の捉え方であるならば、 全然そっちの方がいいと思いますね。僕の場合はやらないと何も価値出ないんで、あの難しいことをやらないといけないですからね。めんどくさいじゃないですか。そう。講義、講義買ってもね、めんどくさいんで。そう。そう。だからね、価値っていうのは、まあ、なんだろうな、人それぞれだと思うんですよね。例えば、久保さんの,あのキットに関しても、まあ、久保さんは見てるだけでも価値を感じれますよね。僕の場合は、やっぱね、見てるだけじゃダメなんですよ。 僕の場合は。まあ見てるだけでもね、R34 は価値を感じますけども、やっぱね、乗ってなんぼっていうか、僕はね、人それぞれですよね。うん、僕はすいません、もう相当乗りましたからね、地球5周分乗ってますから、20万キロですからね。<laughs> 地球5周分っていうね、そう。<laughs> 地球1周が4万キロらしいんですよ。そう。で、今23万キロで、に、ね、あのー、なんだ。 あ,のあと12万走ったら6周分ぐらいですね。そう。うん、なんでまあ,あの、人それぞれ価値の感じ方は違うからこそ、いろいろ売ってみればいいと思います。だって、絵とかどうすかえ、なんかね、この前、青汁王子が、その青汁王子がなんか、の絵のオークションに行きましたみたいな動画アップしてて、ちょっと見たんですよ。どれぐらいの価格で買うんだろうみたいな。そのその何百万するんですよね。何千万で買ったかな まあ、あとりあえず何百万で買ってるわけですよ。うん。で、なんか1億つけた絵もあって、多く、確か1億2000万だったかな。その、日本のオークションでね。絵ですよ。え何も動かないですよ。ね、車は動かせるけど、体験できるけど、絵は見て、うーん。みたいな感じですよね。それは1億ですね。絵とか骨董品とかが一番わかりやすいですよね。 うーん置いとく、見とくだけで、なんか、浸れるというか。でもその価値っていうのはその人にしか分かんないですよね。僕は絵に1億円はちょっと払えないですねうん。お金があっても絵に1億円を払うかっていうと、僕だったら車買いますね。絵に1億円払うんだったら。うん体験したいんで僕は。その乗,ってみたの乗りたいんで。うーん絵だとうーん、まあでも、 年取るとまた変わるのかなこれも。ね年取るとやっぱね、年取って車なんかなかなか運転しづらくなるしね。まあやっぱ価値も変動するのかなまあそれはちょっと年取ってみないと分かんないですけどね。うん。あと30年後の価値の捉え方はまた変わっているからまた面白いかもしれないですね。30年後70とかになって、いや、この絵に1億円払ってもいいなっつって買ってるかも分かんないしね。うん。で、すいません。 僕は今の今の価値の受け取り方だと絵に1億は無理ですね久保さんもどうなんだろう久保さんどうですか絵に1億円払います10億円あまあ総資産100億円あったとしてもまあ今の久保さんの資金量だったら100万円だったらまあ買えると余裕じゃないですか多分まあ余剰資金で買えると思うんですよ100万円の絵ってどうですかね もう僕は買わないですけど、100万でも言えば。<laughs> 壺に100万払います久保さん、壺に100万払おうかなどうなんだろうな。もう、久保さんにしか分かんないですからね。でも、久保さんがこの壺いいなと思ったらね、掛け軸、これはいいってなったら100万、掛け軸に100万払うかもしれないですよね。うん。価値っては面白いですよね。うん、時代に応じて、その、変動するんで。昔はそのビックリマンチョコに価値を感じてましたけど、そのシールにね。 今、ビックリマンチョコのシールに僕あんま価値を感じないんですよ。昔はそのビックリマンチョコのシールにすごく価値を感じてましたけど、だから価値っていうのは、あの、変動しちゃうんですよね。だから今受け取れる価値をしっかり受け取っとかないと、一生その価値っていうのは受け取れないっていうことですよ。だって価値変動するんだから。うん。ただね、蘇るっていうのもあるんですよ。 今度ね久保さんあのあの、プロジェクタースクリーン買ったんですね、今回、あのペイペイで。で、プロジェクタースクリーンで、そのスーパーファミコンを、第90インチのプロジェクター、90インチのスクリーンでスーファミをやるっていうのを、ちょっとやろうかなと思ってて、<laughs> これ、動画でも撮れるし。で、その、鹿児島合宿のやるときの,のイベントで、なんか、マリオカなそのス、スーファミのマリオカートあるんですけど、僕に買ったら、1万円みたいな。そう <laughs> <laughs> っていうなんかそ,のそういうイベント用にもできるしねで世代間も結構その僕と同じ世代間が結構多いっちゃ多いんですよ上の人とかねかスーパーファミコンまあだから20代の子とかはちょっとスーファミあれですけどもそうだからスーファミねまた買おうと思ってるんで僕 <laughs> ス,スーファミ。<laughs> 90インチでスーパーファミコンしてみたみたいなね <laughs> ちょっとちょっと今も,も,うもうあるんですよネットで売っててしかも5000円ぐらいで買えるんですよ今すぐできるみたいなでしかも多分そ,そこのお店はあのそれ専用みたいなお店で多分その安くまあその中古であの修理とかして、まあ、リ,リノベーションしてそれを パッケージにして、今すぐ遊べますよ、みたいな感じで、5000円とか6000で売ってるんですよ。そう。その専門店みたいなのがあって。そう。すごいですよね。そう。やっぱね、ゲームはね、僕はね、やっぱ一番思い出があるのはスーパーファミコンですね。僕は。まあ、久保さんの世代はファミコンですかね。どうなんだろう。ファミコンやってたかな、久保さんは。僕はスーパーファミコン出た時にね、感動しましたからね。 ファミコンからあのスーパーファミコンになった時のあの感動ワクワクはね、凄まじかったっすね。ストリートファイター2もう一回やりたいですもん。じゃあスト2もちょっと買おうと思うんすけど、あの、小流拳とかね、あの、タコができるまでやってましたよね。小流拳みたいな。そまたね、価値が、まあ、この復帰するっていうのもありますから、<laughs> 大人になって。<laughs> 面白いですね。はい。いってらっしゃい。